ありがとうございます。中島先生ですよ、皆さん。ね、クッキー。ありがとうございます。気持ちですか。はい。Thank you.
北はいないんですか。それがね、北が、そう、まだね、まだ、ちょっとこっちに寄るけど、愛知県から近いですね。なんか近く感じる。なんかそういうのがいいよね。愛知かなり遠いですよ。遠いですよね。今日ね、なんか近いとすごい申し訳ないみたいな。そんなことない。そんなことない。そんなことない。Thank you.
自体が一番強かったです。お参りで、I'm going to go to the next one.
んでいただくというやつやりますね。あのね、もちろん食べながらワイワイやりながら見てください。前回の振り返りもなかなかの大変なことです。前回から10個選ぶんでしょ。あ、あのね、回数をだけ、その回だけじゃないんですよ。まとめ方が。はい。まずか 1% 厳選されます。そうなんですね。その話をすると、気象士取ったのってすごい聞かれるんですね。
あれ、いつも引かれて撮ってませんっていうのがだんだん申し訳なくなってきて、どうせなら撮ってやろうと思って決意しました。私はエンジンメーカーで貨物に仕事してまして、はい、でその時に待機条件とエンジンの性能って密接に関係するということで話しまして、処分の練習を始めました。それでワイワイという間に夢中になってしまいまして、はい、そうですか。じゃあ今エンジンよりも耐久力っていう感じ。そうですね。工夫です。まさに工夫であります。